今から24時間以内にネット上のすべての GCG についての内容を消してください。従わないメンバーのアカウントはすべて凍結、または除名します。はい、こんにちは。マルチンカムサラリーマンの八野誠でございます。今回の動画では GCG アジアバスターコールついに発動ということでですね、ツイッターで、ちょっと面白い記事を見つけたので共有したいと思います。あかん、 GCG アジアからネット記事へのバスターコール来た。いろいろ考えがありそうだけど記事内容がみんなバラバラだから記事を削除しないとアカウント削除怖えという感じでね、とある投資家さんが GCG アジアに投資している方がですね、こういうツイートをしてるんですけれども、バスターコールってなんだよ、なんぞやと、多分、聞き慣れない方もいるかと思うので、一応その、解説しておきますけれども、あ、これですね。これがそのバスターコールの内容ですけれども、まあ、今から24時間以内、明日の16時までに、ネット上のすべての GCG についての内容を消してください。従わないメンバーのアカウントはすべて凍結または除名しますということで、ただですね、今から24時間以内って言ってて、この記事がですね、ここを見ていただければわかると思うんですけど、7月2日の0時24分っていうことは24時間で、しかも、16時までって書いてあるんで、そうですね、多分7月3日、3日でも24時間なのか、それとも3日の16時までなのか、ちょっとそこが微妙ですけれども、この動画撮ってるのが7月3日の朝なので、まだ、7月3日の16時っていうとまだですけれども、今まあこの記事が消えてないってことは、まだ、7月3日の16時ということなのかなと思います。はい。でですね、バスターコールって何ぞやということでですね、ビクシブ百科事典っていうところから引用してきましたと。で、バスターコールとは少年漫画ワンピースに登場する用語であると。で、概要が書いてあるんですけれども、海軍における命令の一つで、海軍本部中将5人と軍艦10隻という国家戦争クラスの大戦力で無差別攻撃を行うと。で、何をもってもまず、殲滅というスタンスのため、たとえ指令者が攻撃目標にまだ残存、生存者が攻撃目標にまだ残存していようが、無関係の市民が紛れていようがお構いなしに攻撃が発動されると。で、要はですね、なんだろうね、全部消せと。いうことですかね。まあ、強制的に、全部消してしまえというようなことで、このバスターコールっていう言葉を使ったと思うんですけれども、上層部から全部そのツイッターとか、ネットの記事ですね。ネットの記事を全部消せということで、まあ、バスターコールという言葉を使ったのだと思います。はい。で、その投資家さんのその次の記事なんですけれども、この GCG アジアからのバスターコール、もしかしてツイッターでの発言もアウト消されるっていうことで、まあツイートして、で、これに対して同じ GCG アジアで投資している投資家さん、その2っていう方がですね、え、そんなの来たんですかと。で、GCG から上層グループへ通告が来たみたいです。正直状況がよくわかりませんと。で、わー、超怖いですね。でもネット上の記事だけじゃ登録してる人絞れなくないですかって。まあそうですよね。ツイッターと、多分、GCG アジアのアカウントって別に紐付けされてないと思いますし、あとはそのネットの記事ですね。まあネットの記事は、ちょっと多分紹介リンクとか貼ってるんで、そこから、まあわかるって言えばわかるのかもしれないですね。はい。
そうですね、特定きついはずですとなると変なこと書いたらっていう脅しかもしれませんね。何でしょうね、利益率はすごくいい案件なのに会社が怪しすぎてということで、この投資家さんその2の方は、まあ怪しいっていうのを分かりつつも投資してるっていうことで、多分こういう方はね、大丈夫だと思うんですよ。もう本当に飛んじゃったら飛んじゃったで、まあ分かってたしねみたいなね、なんとなく飛びそうだったと分かっていながらそれでもね、投資してるっていうスタンスだと思うので、まあ、そういう投資家さんはまあ大丈夫だと思います。真相は謎ですね。自分もさすがに信頼度ダウンかなって感じです。ここまでするって思っちゃいましたということで、そうですね、ちょっとねこの投資家さん1の方がですね、やっぱりその分かってなくて投資してるっぽい感じがしてすごく心配なんですよね。そもそも信頼して投資してたっていうことだとすると、ちょっとまずいですねと思います。はい。で、投資家さんその2の方が、まあ、正直元本出金に60日かかるって時点でもうダメかなって思いましたと、ね、こういうところもちゃんと分かってて投資している方ですね。でましてやっとこんな突然脅しまがいのことするなんて、個人的にはもう元本も出金して他の投資をしたいところなんですが、チーンっていうことでね、その元本が出金できないってのはやっぱり痛いですよね。私が5月末に誘われた時は、元本もいつでも出金可能っていうことで誘われたんですけれども、まあね、6月18日のルール変更、別に動画も撮ってますけれども、ルール変更のおかげで、まあ、出金、元本の出金するのに、まあ、60日と。出金っていうかね、元本をその出金するためのウォレットに移動するのに60日かかって、さらに出金の手続きに、まあ、大体15日かかるっていうことでね、最長75日かかるっていうことで、まあ、結構もう、元本返ってこないって考えるのが、まあ、自然ですよね。はい。で、最後に、なんと出金そんなに時間かかるんですねっていう感じで、ね、バスターコール、上層グループから入手している割に、その出金、大事なね、出金に60日かかるっていう情報を知ってないっていうところもちょっと危ないですよね。こうなると、元本を含めた出金も当然選択肢に入っちゃいますよね。確か7月にシステム復旧する告知だったと思うので、自分もその結果次第で対応を考えたいと思いますと。で、そのシステム復旧っていう、その7月が結構大事なイベントだったりしますよね。システム復旧、メンテとかっていう時が一番やっぱりその飛びやすい時なのでね、本当にまあシステム復旧なのかもしれないですし、まあ、ちょっと今システム、修正中って言ってそのままもう二度と復旧しないっていう時もありますので、はい、ちょっと気をつけていただきたいと思います。で、これ最後の、ツイートなんですけど、アカウント消されるだけは勘弁なので念のためジジイジアジア関係のツイートは明日のリミットまでに全て削除予定。情報をバスタコールする理由知りたいな。 GCC の利益報告もとりあえずストップっていうことでですね、多分ですね、その上層部には なんで削除しなきゃいけないかっていうことは伝えられているはずなんですけれどもね、その上層部からその下のね、ダウンの人に伝えるときにきちんと伝わえられてないんでしょうね、これ。まあ、わかる人は多分わかると思うんですけれども、はい。ね、BCG アジアが、まあ、何をしようとしているのかっていうところと、法律関係ですね。法律とか、まあ、そういう意味で、ネット上の記事は削除する必要があるということで、多分、法令が出たんだと思います。だから、ちゃんとね、グループのリーダーの人から、説明してもらった方がいいと思います。はい。で、こちらは別の、ツイッターさんなんですけれども、まあ、ちょっとこれ古い投稿なんですけれども、DCG アジアっていう高配当の FX 案件が最近日本に入ってきてるみたいだけど、普通にアウトだねと。普通にアウトだね。まあ、提携先のデュカスコピー社からは提携してない。韓国まで出されてるし、スイスの金融監督のフィンまではブラックリスト入りされてるしと。ね、ここを投資している信者の皆さんは、
見てみないふりをするっていうところがね、なかなかやっぱり不思議なところなんですけども、ね、リカスコピーもそのフィンマでもね、ブラックリスト入ってるっていうのは事実なのでですね、まあ、そういうところ分かっててやってるっていう人は本当に大丈夫だと思います。これをその見て見ないふりしてそのままやってるっていうのがね、問題だと思うので、でこの人はもういつ飛ぶか見ものですねっていうことで、まあね、多分過去に同じような私と同じように失敗して、まあ、こういうのは飛ぶっていうのがもうね、普通にこう推測できるような方だと思います。はい。で、投資家、また別の投資家 C さんなんですけれども、 GCG アジア、この人は GCG アジアに投資している方ですね。 GCG アジアに15,000USD 入れてて、今のところ配当あるけどいつまで続くことやら。知人のおっさんは借金して入れてたけどアホすぎる。大半のやつはこんなすぐ飛ぶと思ってやってるし、余剰金で遊びでやるもんだからなと。こんな高配当が続くと誰でもバフェット氏の資産を超えられるし、ありえんのわかるだろうってね。本当にこういうスタンスでね、投資する分には本当にいいと思います。ね、もう飛ぶと分かりつつも、まあ面白いしっていうかね、配当も高いし、もしかしたら元本回収してプラスになるところまで行くかもしれない。でもその途中でなくなるかもしれない、ね、で分かってて本当に余剰金で遊びでやってるっていう方であれば、本当に面白いと思います。数字がバンバン上がっていくし、配当も高いし、ね、2ヶ月で元取れるんであれば、まあそうですね、早めに参加すれば、飛ぶ前に参加すれば元は取れるし、だから結構その D9 クラブっていうのも、2016年の夏くらいに入ってきたんですかね、日本に。だから早い人はそこから始めて、飛んだのが2017年の7月か8月くらいになって、まあ、1年いかないでも9ヶ月とかね、まあ、半年とかやってた人はやっぱり元本回収できててっていう人が結構いたので、まあ、こういう投資はやっぱ早めに参加して、まあ、元本回収できる可能性が高いので、もういかに早く参加するかっていうことが重要だと思います。はい。でこちらはですね、こちらもツイッターで見つけたんですけれども、ね、カンボジアで騒動が起きた原因となったその、ね、タコシリさんとフンセン大統領が写ってる写真ですね。まあ、こういう写真を、まあ、使ったっていうことで、騒動が起きたみたいですと。でしっかりね、こうやって、残ってるんでね、こういう記事をちゃんと見つけて真相をね、誰が言ってるかっていうところもね、ツイッターとかもやっぱ匿名でちょっと情報の信憑性っていうとなかなか難しいんですけれども、まあいろんなね、ニュースとかSNS とかいろんな情報をやっぱり集めて、その中で自分なりにどういう判断をするかっていうところが大事だと思います。はい。ということでですね、今回はそのツイッターの記事を中心に拾い上げてみましたけれども、やっぱりその GCG アジアやってる人、分かりつつやってる人と何にも分からないでやってる人っていう風にやっぱり分かれてると思うので、やるやらないは本当にもうね、人それぞれの判断なので、そこはもうお任せしますけれども、やるんであればしっかりね、理解してどういう商品かっていうのね、でもう高配当なんでそこはやっぱり魅力なんですけれども、やっぱりいつ飛ぶか分からないと。でもちろん飛ばないかもしれないですし、飛ばなければ本当にもうね、バン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 増えていくと。ただですね、もし本当にそういう商品が続くのであれば、まあ、先ほどの記事でもあったような、パフェットさんの資産を超えられるしありえんっていうのがね、やっぱりその普通の感覚だと思うので、まあ、そういうところをね、分かった上で検討していただければと思います。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。マルチインカムになるための情報をお伝えしていますので、こちらのアイコンをクリックしてください。